建国記念の日。建国記念の日は、日本の国民の祝日の一つ、日本の建国を祝う日で、日付は2月11日、1966年、昭和41年制定。世界で建国記念日を法律で定めて、祝日とする国は多いが、何をもって建国記念日とするかは、国によって異なる。日本では実際の建国日が明確ではないため、 建国神話、日本神話をもとに、建国を祝う日として、建国記念の日が定められた。当時に在位中の昭和天皇は、第124代天皇とされ、2月11日は、日本神話の登場人物であり、古事記や日本書紀で、初代天皇とされる、神武天皇の即位日が、日本書紀に、紀元前660年1月1日、旧暦とあり、その即位月日を明治に入り、 新歴に換算した日付である。1873年、明治6年に2月11日は日本国の建国の日として紀元節と定められ、祭日となり、翌年から適用されたが、第二次世界大戦後の1948年、昭和23年に占領軍 GHQ の移行で廃止され、その後、復活の動きが高まり、建国記念の日として、 1966年、昭和41年に国民の祝日となり、翌年から適用された。参考、主権回復の日。なお、神武天皇は、古事記では137歳、日本書紀では127歳まで生存したとあるが、現在の歴史学では、考古学上の確証が提示されていないこと、また古事記や日本書紀のその神話的な内容から、 神武天皇が実在した人物かも含めて、その筋書きをそのままの史実であるとは考えられていない。国民の祝日に関する法律、祝日法、昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号、第二条は、建国記念の日の趣旨について、建国を忍び、国を愛する心を養う、と規定している。 1966年、昭和41年の祝日法改正により、国民の祝日に加えられ、翌1967年、昭和42年2月11日から適用された。他の祝日が祝日法に日付を定めているのに対し、本日のみが政令で定める日と定められている、経緯は遠隔を参照。この規定に基づき、 佐藤内閣が昭和41年政令第376号を定め建国記念の日は2月11日とした。2月11日という日付は1873年、明治6年に定められ1948年、昭和23年に発施された紀元節と同じである。紀元節の日付は日本初期にある神武天皇が即位したとされる日、新有年春。 正月かのえたつついたちに由来する。当日は各地の神社仏閣、神道神社、仏教寺院にて建国祭などの祭りが取り行われる。旧日本海軍の技術、伝統を継承している海上自衛隊では基地、一般公安等に停泊している自衛官において満館職が行われる。建国記念の日と定められた2月11日は、 かつての祝祭日の一つ、紀元節であった。紀元節は、日本初期が伝える、初代天皇である、神武天皇即位の日として、1872年、明治5年に制定された。この祝祭日は、1948年、昭和23年に制定された国民の祝日に、関する法律不足2項で、昭和2年直例、第25号が廃止されたことに伴い、廃止された。 紀元節復活に向けた動きは、1951年、昭和26年頃から見られ、1957年、昭和32年2月13日には、自由民主党の衆議院議員らによる議員立法として、建国記念日制定に関する法案が提出された。しかし、当時野党第一党の日本社会党が、保守政党の反動的行為であるとして反対したため、 衆議院では可決されたものの、参議院では、審議未了廃案となった。その後、建国記念日の設置を定める、法案は、9回の提出と廃案を繰り返すも、成立には至らなかった。1963年、昭和38年6月20日には、衆議院内閣委員会において、委員長、長山忠則が、法案の強行採決を行ったが、これに抵抗した。 社会党議員らに体当たりされ入院するという一幕もあった。具体的に何月何日を記念日とするかについても議論があった。日本社会党は日本国憲法が施行された5月3日憲法記念日公明党旧公明政治連盟の設立者である総価学会の池田大作会当時はサンフランシスコ講和条約が発効した4月28日を それぞれ提案した。民社党は、聖徳大使が17条の憲法を制定したとされる4月3日を主張し、朝日新聞も、社説で同じ日付を提案した。結局、名称に、のを挿入した、建国記念の日として、建国されたという事象そのものを記念する日であるとも、解釈できるようにし、具体的な日付の決定にあたっては、各界の有識者から組織さる審議会に、 諮問するなどの修正を行い、社会党も妥協。1966年、昭和41年6月25日、建国記念の日を定める祝日法改正案は成立した。同改正法では、建国記念の日政令で定める日、建国を忍び、国を愛する心を養う。と定め、同不足参考は、内閣総理大臣は、 改正後の第2条に規定する建国記念の日となる、日を定める政令の性の立案をしようとするときは、建国記念日、審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。と定めた。党の建国記念日、審議会は、学識経験者等からなり、総理府に設置された。約半年の審議を経て、委員9人中7人の賛成により、建国記念の日の日付を、 2月11日とする、答申が1966年、昭和41年12月9日に提出された。同日、佐藤内閣は、建国記念の日は2月11日とする。とした、建国記念の日となる日を定める政令、昭和41年政令第376号を定めて交付し、即日施行した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。